お疲れ様です。よしお PC です。さっき車を運転してコンビニで一息ついたら、このマスクを思いっきり目のところにつけて寝てるおじいちゃんがいました。使い方がちょっと違うと思います。まあそんなことはいいとして、今日世界が誇るスタジオジブリがですね、画像過去作品に使われた絵の画像をですね、なんと無料でダウンロード公開していると。そして利用に関しては常識の範囲の中でお使いくださいねと。まあだからそれを勝手に写真集にして売ったりね、二次利用でお金を稼ぎまくったり、そういうのはダメだけど常識的に使うんであれば全然いいよということで、大盤振る舞いありがとうございます。スタジオジブリ、スタジオジブリといえば我が家はですね、もうハードルーティーンで隣のトトロめっちゃいつも見てるんですね。5歳と3歳になる娘と息子がトトロがやっぱり好きみたいで、まあ不思議ですよね。その意味もよく分かってない状態でもトトロには引き込まれると。それは使われてる劇中の中の BGM とか音とかセリフとか間とかね、そういうパッとわかるインスピレーションでわかるトトロのそのキャラクター以外の部分にも多分名作たるゆえんというかね、名作が名作である理由があるんだと思いますね。ちなみにジブリ作品皆さん何が好きですか？僕は一番好きなのは千と千尋の神隠し、あともののけ姫で、まあ子供の影響もあってトトロはめちゃくちゃ好きですね。で、見た回数が多いのはやっぱりラピュータと、ナウシカ。で、大人になってからしみじみいいなーって思うのは、風立ちぬと、紅の豚ですね。かなり見てますね、ジブリ。もちろんジブリファンの方はね、他にもいっぱいね、ハウルとかね、ポニョとか、名作はあるんだと思うんですけど、僕が好きなのは先ほど挙げた、割とド定番なシリーズです。子供にせがまれて、うちの奥さんなんかはトトロをもう何十回、もう下手したら3桁見てるかもしれないんですけど、あれですもんね、作品の中のセリフとかもほぼほぼ無意識にこうやって家事やりながらアニメと一緒に同期してね、セリフ言ったりしていますからね。めいちゃーんなんつってね、似てるんですよ。それがまた俺は似てないんですけど、奥さんは似てるんですよ。まあ、話戻って、世界が誇るスタジオジブリがこうしてフリーダウンロードで作品の一部を公開提供してくれたということで、例えばそれをダウンロードして写真の作画の参考にしてみたり、単純にまあ印刷して少しフレームとかに入れてお家に飾ってみたりね、子供が喜ぶのかなと。あと一回色をこうファーッとモノクロのグレースケールに変えさせていただいて、子供と一緒に塗り絵を楽しもうかなとか、ちょっとそんなようなことをね思い出しましたね。まああとは DJ 配信の際のバックグラウンドの背景とかで、ちょっと瞬間的にね、俺の好きな千と千尋のあの不思議な街というか、ああいう世界観だったり、湯婆婆の感じだったりね、八百万の神をこう象徴しているかのようなあの世界観が僕は大好きで、まあなんせ何が言いたいかっていうと、スタジオジブリありがとうございます。本日から各作品50枚ずつ画像がダウンロードできるぞということで、しかも順次他の作品も追加されていくっていうことなので、まあ先ほど言ったね、もののけ姫とかね、トトロとかね、めちゃくちゃ楽しみですね。ありがとうジブリ。ということで今回の動画は以上です。もしこの動画で気になった方はスタジオジブリの公式サイトを覗いてみてください。お疲れ様でした。